22日の質問ですね。私は身も心も病んでいます。生まれてこの方、私は幸福であった試しがありません。私の母もまた私を妊娠して以来苦しんできたと聞かされています。どうして私はこのように苦しむのでしょう。私はこの世で罪を犯すようなことはしませんでした。これは過去生の罪のせいでしょうか。まあ、このような質問で本人にとっては、ね、深刻な悩みなんでしょう。まあ、その子を宿した時から母親が、まあ、苦しんだり、産んだ後もずっと不幸で、生まれてきた子供も不幸だったっていうのはよく聞く話ですね。そうすると何も悪いことしてないはずなのにどうしてなんだろうっていうような疑問が出てくるわけですね。で、マハルシの答えですが、あなたは心身が病んでいると言いますが、心や体が質問をするのですか。まあ、体が痛いとか苦しいっていうのは言っている方は知覚しているものですから、感覚作用と心なんですね。昨日まで言いましたセンシング and thinking の方なんですね。そうすると体自体はそうは言ってないんですね。でマハルシは心ですか体ですか、誰が質問者なのですかって聞いてますけどもね、一般の人のレベルで考えると体の不調を心が苦悩として受け止めているのですって、まあ、このようなことですね。そうすると体に不調苦痛があっても心の方で構わなければ、痛い痛い飛んでいけって自分に言えればね、その苦痛はなくなるわけなんですね。でも気にすると痛いですね、トゲ刺さってて。で、判断しているのは末梢神経、指の先に行っている末梢神経じゃなく、こう来て脊髄通って頭という中枢神経に来ていて、頭で判断しているわけですから、頭を麻痺させる工夫をすれば、まあ、例えば全身麻酔とかね、まあ、中枢神経麻酔をすれば痛いとは感じなくなるんですね。それを麻酔じゃなくてどのようにしたらいいだろうかっていうことですね。マハルシみたいに、まあ、大変な苦痛であったろう、がん、肉腫ね、左腕のがんになっても一言も不平言わなかったですね。自分意識がなかったっていうか、一元に生きていた、セルフ一元に生きていたマハルシの場合には愚痴一つこぼさなかった。で、カーリー神と立てていたらマクリシュナの場合にはカーリー神に、もうしばらく私のね体の関節をしっかり止めてくださいとかって愚痴言ってましたね。そうすると体あるいは心に関する苦痛苦悩に関して愚痴を言わないのはセルフアバイダンスしている人だけだっていうことですね。ラーマクリシュナみたいな偉い聖者でも愚痴ってたわけですから、人間ですね、ラーマクリシュナの場合にはカーリー神と私っていう感じでね。ですから皆さんがあらゆる体の苦痛、心の苦悩から自由になりたかったなら、セルフと一体になるほかはないっていうことですね。それでセルフと心、体の間に横たわるものがあるってマハルシこれからまあ喋りますけどもね。セルフと、で、体、心。まあ、セルフと体、心ってあると、ここにね、介在する何かがあるってマハルシ言うわけです。それが、
自分ですね。自分意識。自分。自分の心、自分の体、自分が見ている外の世界っていうことでしょ。で、自分のセルフって言われると、はてな。こうわかんないわけですね。これは自分の体っていうと、これです。自分の心、ここで考えてるんですとかね。自分が見ている世界、あれですって、だいたいわかるんだけども。自分が出てきた元はソースはなって聞かれるとクッションがなくなるね。それ一応頭に入れておいてください。それでマハルシの答えを言いましょう。誰が質問者なのですかって、この質問者ね、クエスチュナー、マハルシはよく質問されると、質問者が誰なのかを探求しなさいとこう言いますね。そのような質問をするのは心身を超越しているものではありませんか。マハルシはここで心とね、考え事をする心と自分意識、愛を別に説明してるんですね、相手に対してね。ですから質問しているのはこれではありませんか、クエスチョナーね、心体じゃなくこれではありませんかっていうようなことを指摘したいわけなんですね、マハルシはね。まあ、自分意識のことですが、あなたは体が根性病んでいて、根性でも結構です、病んでいて、その原因が過去性の罪なのかどうかを質問しています。もしそうであるなら、その過去性の原因はその前のせいであり、そのように延々と遡ることになるでしょう。まあ、これはね、もし原因と結果があるって仏教みたいに言っちゃうとね、まあ、分かりやすいようにも思うけれども、じゃあその原因の原因は何ですか、原因の原因は何ですかって果てしがないんですよ。で、結果ができたとすると、その結果は次の原因になるわけですから、永遠に輪廻転生してね、下脱ってなくなってしまうんですね。因果論の罠ですね。それをマハルシここで指摘しているわけです。どこまで遡っても原因が解決されないではありませんかっていうことです。そのようにして、種子と発芽の関係のように、まあ、例えばね、メヒシバが先なんですか、そっから落ちる種が先なんですかってね、誰にもわかんない。鶏と卵みたいなもんでね。だって親がいなければ卵もできないですよ。だって卵なかったら生まれてこなかったでしょって、そういうことでね、因果の連続には終わりがありませんね。因果無限なんですよ。因果律をしてたらそれが真理だなって、十二縁起をしてればそれが真理だなって仏教では言うけどもね、因果っていうのは無限なんですよ。無限っていうことは無し無しね。この因果は無限なんですが、無限っていうことはいつ始まったか分かんないし、いつ終わるかも分からないっていうのもです。無限っていうのはね。ですから因果率一生懸命研究したってね、距離がつかないんですよ。で、因果っていうのは現象世界のことですから、現象世界を離れてセルフと一体になれば因果なんてないんですよ。だから因果の罠から自由になるためにもセルフアバイダンスしかないっていうことですよ。因果の連続には終わりがありません。あらゆる性は自己の本性の無知である無明に根因がある。と言われています。
生、生まれたと思う。生っていうよりもね、生まれたと思っているわけなんですね。生まれたとか死んだとかそう思うことであって、死生、生死っていうのは観念なんだけども、肉体にとらわれていると肉体が動かなくなったじゃありませんか、新しい肉体が出てきたではありませんかっていうのは、そうしか見れないんですね。例えば海があってね、波がこう、ね、立って消えて立って消えてあるじゃないですかって言っても、前にも言ったよね、海だけ見てたら海水しかないんだしね。波って言ったら海水でしょ。波しぶきって言ったらそれも海水でしょ。ですからあるのは海水だけなんですね。出たり消えたり、そう思う方を見るのか、あるいは海水を見るのかでえらい違いですね。なんか面白い、インドで面白い話だったでしょ。まあマハルシにね、バババンはミルクは飲むのになぜ卵は食べないのですかって言った時に、そのマハルシはミルクは牛にならないけど卵は鶏になるからっていうこと言ったでしょ。うん、それと似たようなっていうか別の話で、アメリカであなたは卵焼きみたいなの、なんていうんですか、うん、オムレツ、うん、オムレツは食べるのに、ゆで卵みたいな卵、生卵とか言って、それはなぜ食べないのですかって聞かれたら、聞かれたのは、オムレツには卵がないからですって言ったって言うんだね。オムレツが卵じゃないって思ってね。まあそれはうちの方ね、子供に卵見せれば卵って思うでしょうけどもね、まあオムレツみたいにしてやったらね、卵じゃないと思うかもしれないけど、教えておかなければ。例えばね、牛乳とチーズの違いって3歳4歳で分かんないかもしれないね。全然別なものだと思うかもしれない、うん、だからそれはね、何々ではないと思ってればさ、卵は非暴力で食べないんですって言って、オムレツは卵じゃないから食べるんですって言えばさ、ラマナマハルシとは違うけれども、まあそのような解釈も成り立つわね、その人なりにね。うん、それで卵が先か鶏が先かみたいなもんでね、その因果っていうのにはキリがないっていうようなことを言ってるわけです、マハルシ。だからあなたが過去生の罪のせいでしょうかって言ったら、じゃあその罪はどっから来たのか、どっからって言ったってケリがつきませんよっていうことをマハルシ言ってるわけね。その同じ無明が今もなおあなたと共にあり、このような質問をさせるのです。つまりまあ無知、セルフの無知からあなたは悩んでるんですよっていうことを言ってるわけね。セルフと一体があればそんな質問出てきませんよっていうことを言ってるわけです。その無明は自己の本性を覚知する知恵、ジナーナによって除去されなければいけません。ですから因果関係を調べるんじゃなくて、因果関係のことを思う考えの元になっている結晶と自分意識を発見して、それを解消してセルフと一体になるという知恵を得れば、あなたの過去性から続いているとかいうその罪はなくなるんですよっていうことですね。ですからあらゆる罪はセルフアバイダンスとともに消えるっていうことです。逆に言うとね、セルフアバイダンスしていなければ罪を担って生きざるを得ないっていうことです。なぜ誰にこの苦しみはやってきたのか、このように自分に向かって問いただすなら、あなたは私が心身とは別物であるのを見出し、セルフが唯一の永遠の実在であり、それはまた永遠の至福であるのがわかるでしょう。至福っていうのは罪がないっていうことですからね。罪っていうのはパーパって言います。パーパージーと関係ないですよ。パーパ。パーパね。
覚えておいた方がいいです。パーパっていうのが時々出てきますから、パーパ、罪ね。パーパバーサナーって言ったら罪としての実刑というような意味でよく使われますが、パーパね。パーパージのパーパはファーダーあるいはグランドファーダーと一緒でね、まあおじいちゃんとかそういう意味もあるけども、用人たちに対する継承ですね。それはどこでもありますよ。例えばスペイン語でもアブエロ、おじいちゃんっていうと偉い人を尊敬する長老っていう意味にもなるし、これもそうです。パーパーとかね。あと反対、マータージー、マーターっていうのは母親ですね。マダー、マーター、マダーね。マーターって言ったらそれにジーつけて何々様っていうことで、お母さんという意味だけじゃなく、その団体の、例えばラーマクリシュナの奥さんとかね、聖者の伴侶とか、あるいはその宗教団体を統率している女性の方なんかはマータージー、お母さんという愛称でね、まあ親しまれたり尊敬されているわけです、ね。パーパーとかマーターというのはパーパーファーダーね、マーターはマーダー、同じ語源だってわかるでしょ、響きから。で、パーパーじゃなくパーパーで短いと罪の方ですから、うん、なぜ誰にこの苦しみはやってきたのか、ね、皆さんも苦しみがあるならね、なぜ誰にこの苦しみはやってきたのか、それを発見すればいいわけです。このように自分に向かって問いただすなら、あなたは私が心身とは別物であるのを見出し、要するに心の苦痛っていうのは睡眠したらないわけですから、心 そのものが罪を思っているとも言えないんですね。思ったり休んだりですから。ところが体が活動したり寝たり休んだりね、心が活動したり休んだり、その背後ではいつでも私っていう意識がずっと続いてるんです。持続してるんですね。そうすると永続性のあるものの方が私なんだってわかるわけですね。質問者なんだって。ですから心じゃなく思いを出す自分意識の方だってマハルシ言ってるわけ。その自分意識をね、掴もうとするとそれは影のように消えてしまう、逃げてしまう、消えてしまうというんですね。そうするとないものが心や体の苦悩を生み出しているという蜃気楼現象みたいなもんだから、実体はないというわけなんです。その話はね、私っていうのは思えばあるし思わなければない観念ですから、それがね、自分の心考えですね、体、行動する体を後ろからこう操ってるようなもんなのね。あるいは糸でこうやってるようなもんなのね。で、これを切っちゃえばね、私意識を切っちゃえば何もなくなるんですね。スクリーンに映画が映っててもね、電源切ってしまえば怖い映画なんかないんですよ。あるいは、日本で流行ってる韓国のメロドラマとかね、みんな涙流してるところでね、僕がバーンと電源切るでしょ。明るくなってなんだなんだっていうことでね、せっかく今まで涙流してるのにって夢から覚めるでしょ。それと一緒でね、私意識の電源を自分でオフにするとね、せっかく涙流したいのにって言ったって安くさ、涙出ないんだからもう、加藤さんも。苦しんでても。わっはっはーって仲間さん笑ってても電源切られると、なんだこれはって何がおかしくなくなるんですよ。うん。だから自分意識のね、電源を切れば自分でね、何もなくなるんですよ。なくなったところにセルフだけがあるって、やっと隠しできるから、自分意識のね、電源をオフにすればいいわけですね。オンじゃなくオフ。いつでもオンにこうなってるんでしょうけども。それが人間だというものです。
ということで自分意識の電源を切ればいい、自分意識の発見と解消がユニアな知恵である、それがヨーガであるということですね。問題の核心は根性あるいは根性の過去の罪であるとかね、過去性の罪にあるとかではなく、現在の自己の本性の無知、セルフを覚知しないという無知、無明であるとラマナ・マハラシは指摘しています。因果の法則は時空とともにしかなく、因果っていう現象、世界の原因と結果っていうのはね、時空とともに現れる現象の中でしかないものです。セルフには因果っていうのはないんですよ。因果っていうのはあくまでも現象世界のことですから。時空は心とともにしかありませんが、その心に救っている自己の本性の無知である無明にこそ目を向け、ですからこの無明っていうのは自分意識と同義なんですよ。アビディアっていうのとね、アハンカラは同義なんですよ。アビディア、無明ね。このアビディア、無明っていうのとアハンカラっていうのは同義語ですんでね。自分意識が、俺が私がって思うのが無知あるいは無明なんですよ。アビディアイコールアンカラですから、私は無知でしてっていうのは当たり前ですね。私って言ったら無知なんだけどに目を向け、その無明は誰にやるのかを探求せよというのです。過去の調査研究が不要なので、いらないので、参考文献に依存する必要はありません。皆さんがあれやこれや聖典類探す必要はない。自分意識を発見するためにね、何かを参照しなきゃいけないってことはないんです。自分と共にあるもんですから、幸福も自分意識もね、あるいは苦悩もね、そのマニュアルはいらないっていうことですね。ちょうどコンピューターに OS であれアプリケーションであれオンラインヘルプついてるようなもんです。ここに書いてあるね、エリちゃん Windows のヘルプあるね、だと Mac のヘルプも。でもこう本を探してきてペラペラってやらないと気が済まないでしょ皆さん、うん、オンライン辞書あっても時々紙の辞書持ってきて分厚いのこうやんなきゃないでしょ。白川静香先生のね、辞典引いてるっていうけれども、あれもなんか、オンライン化したの売ってるな、辞書ね。白川静香でね、検索していけば本屋出てくるのあるわ。読み取って、スキャナーで読み取ってね、で見れるようにしてありますよ。辞書一冊だけじゃなく、もっと、あと本も。あと、まあ中村さんに関係あるかもしれないけど、モニエルね。モニエルの盆栄辞典もスキャナーで読み取ってるの、安く CD ロムでも売ってるわ。まあでも横にスクロールしなきゃないので大変ですけどね、こう大きいのね。まあ探せばね、ほとんどの辞書はね、電子辞書化されてるか自分でできますんでね。スキャナーで読み取ってね、1ページ、2ページって HTML で呼び出すようにすれば自分でもできるんです、電子辞書って。あるいはジャミングで作るとかね。とにかく、ここの中で何でもできるっていうふうにしておく工夫ね、が必要です。まあ、僕は大体そうしてますけどね。百科事典なんて、あっちからこっちまであるようなの大変でしょ。ブリタニカとかイギリスで出てるね。だってオンラインで今見れるし、買おうと思ったら CD ロム、DD ロムみたいなのに買えるでしょ。なるべく身軽にしておいたらいいですね。現在の自分だけが調査研究の対象ですから、アートマ・ビチャーラは誰にでも可能なはずですが、それに熱心に取り組む人は極めて稀です。どうしてかっていうと、第八式にね、外を見ろっていう考え癖が溜まってるからです。
で目が外を向いている人間の本来的な、ね、性質っていうのは外を見るようになってるんです。で小さい頃から外を見てお父さんお母さんとかねあのお兄ちゃんお姉ちゃんとかおもちゃとか外からやってくるもんですから全部何でも外にあるって小さい頃からね刷り込まれてるもんですから何か探そうと思うとみんな外に行くので高田翔生さんみたいに自分探しっていうとニュージーランドイラク、ね、イスラエルイラクって外に行っちゃうのね。だから外に行っても何もないんだってあの青い鳥ね青い鳥という幸福探しとか山のあなたねカール・ブッセのとか昔からああいう詩とか小説があるわけなんですね。でもどう考えても自分の中は退屈みたいだってみんな思っていたと思うんですよね。自分の中に宝があるなって誰も考えてないんだよね。最高に素晴らしいものが自分の中にあるだなんて信じられないでしょ皆さん、うん、それで外に目を向けるんですね。信じがたいところが真実なんだからね。もう話がそう言ってるんだから。何かご質問ありますか。ここ過去の業とかっていうのね、あの人知学や心知学ではあれこれ説明してくれてるでしょ。仏教でも説明してくれてますね。釈尊の前生譚とかジャータカ物語とかあるでしょ。こうしてこうしてこうなったからこうなったっていうのね。それでは解決がつかないことがあるっていうことですね。特別なければ次に行きましょう。